どうも芸人×プロスペースでございます。吉本芸人大野孝と申します。よろしくお願いします。さあ、今日はね、2020年ガチオーダー、で、リアタイやっていきたいと思います。はい、ガチオーダーね、ちょっとお見せすると、まあこんな感じですね。はい、まあ、いつもと変わらずって感じだとは思うんですけど、まあね、サードの若大将が、極みになりました。はい、なんとかね、煙突格子使って極みにしました。はい、で、打順はまあ1番大谷、2番吉田正尚、3番柳田、4番若大将、5番順位に、6番坂本ちゃん、7番ドメス、8番哲人、9番海さんと。ね、うん、今のところこの、9人が、スタメンです。はい、まあ、ここに秋山選手だとか森友哉選手だとか村上宗隆選手だとか中村拓也選手とか、まあ入ってくると思うんですけど、まあ、今の段階ではまだ育成が終わってないということで、こんな感じですね。うん、まあ、2020年はこんな感じでいくだろうと。はい、で、先発陣ダルビッシュ投手、山本由伸、大谷投手、千賀君、有原投手ですね。はい、この5人ですね今。はい、本当に大野雄大投手欲しいところですね、大谷君のところに。まあでも大谷君が結構使えるんで、今のところこれでいこうかなと思います。で、中継ぎが沢村投手、松永投手、西口投手をね、まあ、ポジション不適正なんですけど、まあ打ちにくいんでね、結構抑えるんで入れてます。で、長川投手ということですね。うん、で、抑え超5の森投手ですね。はい、特訓5なんで、極みにはなってないですけど、もう超5まで行ってます。はい、で、ベンチに田中マー君ですね。まあ、こんな感じですね今僕のガチオーダーは。はい、でね、このガチオーダーに今ね、7連勝してます。はい、7連勝中で、達人9位まで行きました。はい、達人まで来ました。ここからね、また名人目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それではガチオーダーでリアタイいきましょう。先発はダルビッシュ投手です。はい、僕は高校ですね、OHK ということでね、やっていきますよ。さあ、8連勝かけた戦いにダルビッシュ投手が先発です。まあ、ここはね、相手も達人の方でした。はい、ちょっとやばいやばい。ここは長打警戒で、一応ここのね、ツーシーム結構初球狙ってくる人いるんで、はい、いいところで決めてきます。ストライクです。で、まあここのスライブかな。うん、ボールになります。もう一丁いっていいかな、スライブ。もう一丁いってみて、引っ掛けないです。これはね、引っ掛けてくれると嬉しいですね。で、丸さんもやっぱ長打警戒かな。ここのストレートにどう反応するか。そしてキャッチャーは、はい、このバッテリーをスワローズ。で、ツーシームに見せかけてのスプリットかなと。はい、で、まあやっぱりここスラーブですよね。うん、ボールになります。で、もう一球スラーブいっていいと思うんですよね、ここ。もう粘り強く。うん、で、じゃあ同じ位置からツーシームどうですかと。はい、ありがとうございます。ナイスショーよ。で、カズオちゃんはね、もう長打警戒。もうカズオちゃんは長打警戒です。このツーシームとかどうかな。初球ボール。まあここちょっと一球スライダーを振らせたいなっていう感じですね。うん、ボールになります。ボール先行です。ここのツーシーム、うん、あー、長打警戒しちゃってる。あー、これもったいないな。打順は4番、さあ、ギータでしょ。ギータは長打警戒ですね。まあここのスラーブと見せかけてのツーシーム打ちました。痛烈。まあしょうがない。まあやっぱりね、相手の方強いですよ。うん、しょうがない。ここはじゃあちょっと連打を浴びてるんでね、高速カーブでどう。はい、さあここをしのぎ切れるでしょうか。さあ、1打出れば先制という場面ですね。ボール先行、ランナー動いてくるか。このツーシームどうかな、狙ってくるかな。あ、狙ってきてたな、狙ってきてたな。わ、長打警戒してなかった、これミスったな。やっぱあそこのツーシーム結構狙われやすいですね。さあ、なおもピンチの場面。いや、一応長打警戒。ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。オッケー、受けないですね。あー、ダメか。ここね、振らせたいんですよね、やっぱ。うん、で、振らないんだったら一球高速カーブ。これで絶対振ってこないです。あ、振ってきた。
うわちょうど結構裏面出たな。熱男出た今。熱男出たよ今。引っ張り警戒で。ちょっとねやばいなダルさん。そこそういうリードになるんでしょうか。いいよ。やっぱスラブかな。ちょっとここが一球。うん。その球は外れました。これは入れるスラブ。際どかったですよね。じゃあカットボールでいきますか。走ってきた。オッケー、ナイスナイスナイス、いいよ。さあ展開しましょう。もう4安打打たれてるのか。そしてバッターは大谷。さあ翔平行こうか。超広角ついてるね。いいよ。さあ翔平行こう。うん、そこの通信はやっぱり狙ってっていいと思う。俺はこれ抜ける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 、うわやばいな、これなんかやばいな。ちょっと頼むよ。マスタッタッカー、これはダメだ、やばいな。ちょっと全然打てないぞ。2アウトになっています。連勝途切れちゃうよこれ。この回のファイターズ打線ですが、たった3人で2アウトになっています。連勝は途切れさせたくない。打ち取られすぎてますかね。あー、これ落ちないか。やばいこれやばいっすよ本当に。ガチオーダー、ガチオーダーでやってますよ今。8番バッターはカッチャー。ファイターズ引っ張り警戒でちょっとここら辺に。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。いや厳しいよこれ以上離されると。あと1回しかないわけですから、ここを取られるわけにはいけませんよね。最後の攻撃に、ここね入れちゃっていいかもな。見逃すと思うんだよな。あー打ってきた。バッターは9番に入っている中村翔吾選手。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。わー出た中村選手。同じ中村じゃないですか。中村翔吾、中村拓也。ここはねやっぱ長打警戒ですよね。おかわりくんは怖いもん本当に。おかわりくんめちゃめちゃで、この人目いいんだよな。見逃してくるんだよな。はい、ストレートが決まっています。ここは150キロを超えています。ちょっと参ったな。この人目いいですね。 OK、 長打警戒、長打警戒しちゃってるから。あ、危ない危ない。ここら辺のスラムでも弱いかなと。9目は何か。オッケーオッケー、ナイスです。いいよ。あ、伊藤さん戻ってきたか。もうそんな回った。先ほどの打席はここが長打警戒。ここ多分ね狙ってると思うんですよ通信。オッケー、ナイスナイスナイス。さあここで返そう返そう、ここで返しますよ。ここでね返すのが今連勝の秘訣ですから、やっぱ打たれても打ち返すっていうね。ここでスワローズ守備を変えてきました。で、おー、これでどうしよう。あと、あ、まあまあ吉野、まあでもね極み辰徳だったらいける。辰徳とバカ大将。ファイターズビハインドに迎える最終回です。今の見逃すか。2球目は何で来るか。あー、やばいな、やばいですね。ちょっとストレートが決まっています。あっという間に2ストライク。うわやばい、ツーシームに見えた。はい、いやこれ何のいいとこもなしに終わるのはないっすよ本当に。オッケー、ノックノック、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。今の打球何。最高ジーニーヒットでランナーを一塁に置いています。はい、初球ストライク。スピードボールを持っています。通信あまりしてればいいかな、うん、インコースに切れ込む変化球。行こう、次が3球目。オッケー、これ超えろ。宇宙から打球伸びる。超えない。バッターは6番坂本。やばいっすねマジで。はい、ここは長打を警戒。まあでもボールは見えてるよな。まあそうですか。これ落ちない。オッケー、ナイスナイスナイス。危なっ。さあそしてバッターボックスにはわ逆境ついた。さあ追い上げのチャンスを迎えています。はい、杉ノルのテーマ流れてます。繋いで1点ずつ返していけばいいですよね。杉ノルのテーマにしました。そうですよね。打者の内角を、あの高さんのやっぱ企画いいよなあれ、めっちゃいい。うわ入ってるか、ナイスボール。やかやってもうた。はい、ちょっと本当ガチオーダーでやった結果ガチで負けました普通に
はい、ごめんなさい。ガチで負けちゃったんで、まあ、これじゃちょっと終われないんでね、スランク 10% で、S 引いて終わりにしたいと思います。はい、行きましょう。ということでね、今日はこの選手でお別れです。この動画は以上となります。この動画良かったと思う方はチャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントすべて返信させていただきます。来ないか S。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。